こんにちは、ミキハナの古谷です。今日、ちょっとお話ししたいのはこのアデニウムの育て方を少しお話ししたいと思います。これだいたいね、タイから輸入された原木を日本で、土に植えまして、それを育ててから出荷されるっていうのが、一般的に多いのがアデニウム、なんですね。で、別名砂漠のバラって言われてまして、これちょっとカメラさん、お花寄ってみてください。すっごい綺麗でしょ。これが、こういったお花ってあんまり咲かないイメージがあるんですけど、これ実はすごいんです。花芽だらけなんですね。これも花芽、これも花芽、花芽、すごいでしょ。で、こっち側にもバンバン咲きます。これ、夏だけではなくて、室温が20度以上あれば、常に1年中咲いてる植物なんですね。いい感じですか？見えますか？で、特徴的なのがこの株元、見てください。ここの株元ね、ガジュマルみたいな形してます。で、ここもどん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 大きくなっていって太っていって、いろんな形になるのがこのアデニウムの楽しさの一つなんですね。で、これなんですけども、まずちょっとカメラさん寄れる？分かりづらいかな。ここの方がいいかな。ここ分かりやすいですね。ちょっと見てください。これ上枯れてるように見えますか？これカメラさん、これ見える？枯れてるように見えるでしょ。で、これ何の跡かっていうと、ピンチした跡です。ピンチすると両方に枝が伸びていくので、そこに花芽がさらに、ちょっとここ見てください。花芽、これ花芽がさらにつくというような性質を持っているので、一回パツンと切ってもらって来年用に枝を出してどん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 咲かせるということができます。で、これ、現地では3メーターぐらいの大木になってます。で、日本でも暖かいところに置いておけば大体でこれぐらいは結構部屋の中でもいけちゃうんじゃないかなっていうようなお花なんですね。で、これ水やり一番気をつけてほしいんですけども、大体皆さん上げすぎちゃいます。どれぐらい上げないかというと、冬だったら2ヶ月上げなくて平気です。夏場でしたら、そうですね、1週間に1遍でも多いかもしれない。観葉植物よりも上げなくていいです。で、うちのこのアデニウムなんですけど、大体週に1回上げるか上げないかぐらい。ただし上げるときにはしっかり鉢底から水が出るぐらい上げてください。お水控えめと言われている植物なんですが、上げるときにはしっかりたっぷり、あげないときには一切あげないっていうのがこのお水控えめという意味なんで、よく覚えておいてください。で、この花芽をね、どん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 出していくやり方なんですけども、ちょうど今日が7月、4日ですね。7月4日だいたいこれぐらいから9月ぐらいまでは窓際に置いていただければ20度以上常にあるので、10日に1遍ぐらいあげるお水、週に1回あげるかあげないかのお水やりの時に、薄めた肥料、液体肥料を一緒にあげてください。液体肥料をあげることによって花芽が促進されますから、どん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 花が咲きます。で、このお花なんですけども、どれぐらい持つかというと、気温にもよりますが、だいたい5日から1週間1つの花が持ちます。で、その間にどん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 花芽が上がってきて、次々花を咲かせてくれます。で、トロピカルフラワーなんで、プルメリアとか、あとは観葉植物とかと一緒に置いておくとすごくいい感じに生えてくれますので、おすすめです。で、寒さに関しては、だいたい5度を切ってしまうと休眠状態に入ります。0度になりますとちょっと死んでしまうので、冬場はお部屋の中で管理してください。夏場でしたら外で灼熱の太陽当たっても全然大丈夫です。そんな強い植物がこの砂漠のバラ、アデニウムなんですね。で、今回劇花では、こちら、だいたいね、いろんな色あります。このピンク、それからさらに赤い赤で、もうちょっと白い縁取りのピコッティ、この3種類がありますので、その3種類をランダムにミックスして、お届けをしていますので、これ面白そうだなと思ったらぜひご購入してください。で、僕が一番楽しみにしているのはこの株元が1年目、2年目、3年目と
どんどん太っていって面白い形になっていく、こんなになってもんもんなったりとかしますので、これをね生かした育て方をしたいなということで、来年になったら植え替えようと思ってます。質問、それからわからないこと、育て方のわからないことなどありましたら、激花までご連絡いただければ、いつでもメールでご返信しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。